予報センターより台風2号に関する情報をお伝えいたします。まず衛星画像を見ていきますと、フィリピンの東の海上カロリン諸島付近で、先ほど、台風2号が発生しました。ちょうど渦を巻いている雲が分かりますけれども、こちらが台風2号の雲になります。進路予測を見ていきますと、3時現在の情報ですけれども、中心気圧は1002ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルと、台風の勢力になったばかりといった状況です。この台風2号ですけれども、周辺の海水温かなり高い状況ですので、発達をしながら西寄りに進みまして、来週の月曜日には非常に強い勢力にまで発達する見込みとなっています。この後の日本への影響ですけれども、現在のところ大きな影響があるといった状況は見られませんけれども、かなり不確実な状況となっています。非常に強い勢力で北上していくということになりますので、今後の台風情報十分に注意していただければと思います。以上、予報センターより台風2号に関する情報をお伝えいたしました。